はい。こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9 2021ライブ配信始めていきましょう。本日は22時過ぎぐらいまで、ウィーニングポスト9ですね。プレイは出します。2013年の7月1週からですね、やっていきたいと思います。厳しいですね。はい、Twitch で配信しております。ぜひ、Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたします。旧 Twitter、X のアカウント持っております。アカウントのフォローもぜひ、お願いいたします。そして、この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。ぜひ YouTube でもアーカイブをご覧ください。では始めていきましょう。デルモントオークス招待、天の丸森、一番人気だが、いやーわからないな、これは。まあ3歳だからな。では、レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ベルモントオークス招待、芝2000メートルです。こちら、アメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサムタイムテラミス、エモリエント、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサムタイムテラミス行きました。続いて前へ行くのはエモリエント、さらにはディスクリートマーク、栗色の馬体、サクセスブリンガー、その後ろ先手を取ったのはサムタイムテラミス、好位置をキープしています。天の丸森、その外にシラソル、そして大きく離れてエクストラレーブ、この位置です。白の帽子、シンフォニーマイニング、その後ろ、その外からドロップスプリング、その後ろにワッツダチャンシズ、 TK エクセレント、そのうちに続いています。その後ろにスラップビッド、並んで10番デンジャラスディスガイズド、最後方にバースヒロイン、
各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、4番サムタイムテラミス依然として先頭、その外にシラソル、その後ろにディスクリートマーク、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はサムタイムテラミス、まだ粘っています。シラソル、ほとんど差がありません。ディスクリートマーク、3番手天の丸森、これは後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシラソル、ディスクリートマーク続いています。天の丸森好位を追走、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 先頭はシラソル、残り 100m、 2番手はディスクリートマーク、シラソル先頭だ。シラソル強い強い、シラソル圧勝、ゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはシラソル、見事な勝利です。3着だろうな、これ3着ですね。花さの3着。あ、竹豊は乗ってくれなかったんだな。ベルモントダービー、天の小玉熱唱は3番人気か。ダービーなんで3歳戦ですね。ここには竹豊が乗ってるから、ミスで乗せてなかったんだ。先行策で行ってみますか。ダイジェスト、ベルモントパーク競馬場 G1 ベルモントダービー招待、芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スリルロッチ、どこにいるんだ。残り 200m を通過して、先頭は依然として、ダメだ、交代していく。2番手はエルファスラーズール、スリルロッチ、この馬で決まりか。スリルロッチ1着、2着はグランバーリーズン、3着にエルファスラーズール、勝ったのはスリルロッチ、見事な勝利です。ユナイテッドネーションズステークス、天野アリエッティです。4番人気か。これはちょっと難しそうだが、でもレーティングは119あるんですけどね。でもビッグブルーキトゥンとかポイントオブエントリーがあるんで、ちょっとこれは難しいんじゃないかなと思います。ダイジェスト、モンマスパーク競馬場 G1 ユナイテッドネーションフルステークス、芝 2200m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リトルマイク先頭、さあポイントオブエントリー、でもダメか、一気に来た。残り 200m を通過して、先頭は変わってポイントオブエントリー、2番手はビッグブルーキトゥン。この2頭のやっぱ争いですよね。2着はビッグブルーキトゥン、3着にポーティアスブレイブ、勝ったのはポイントオブエントリー、見事な勝利です。結局やっぱりね、ジンスニー戦から初めて段階上げていって、負けない戦いしないとダメだよな。プリディポリステークス、片の山ガールです。こちらは2番人気。あー、でも厳しいな、これも。ストーンエージェント、キューピッドファイル。あたりが重要です。サッチャー、プリマカルタ。となっております、人気どころは。ダイジェスト行きましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はストーンエーシェント、残り400m。これもバグの中だ。ここからどうか。ストーンエーシェント先頭、外から勢いよくウリマカルタ、残り 200m を通過して、ウリマカルタ先頭だ。2番手はスペクタクラーフール、ウリマカルタ先頭だ。2番にも乗れませんね。2着はサッジャー、3着にスペクタクラーフール、勝ったのはウリマカルタ、見事な勝利です。金量か、全然いいとこありませんでした。さあ、そして刀アベンジャーのデビュー戦となります。 1.6 倍ダントツの1番人気、印もグリグリ、父天野で前進、母ホワイトウォーターアフェアか。まあ、高畑デビルを 2.5 倍ですが、どうなりますか。ダイジェスト、函館2歳新馬戦、芝 1800m、 片野アベンジャーメイクデビューです。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭を伺う先頭ですね。2馬身から3馬身引き離す。2番手はユリのドライバー片野アベンジャー。この馬で決まりか。片野アベンジャー引き離せなかった。ユリのドライバー3着に高畑デビル。これは桁外れの強さだ片野アベンジャー。もうちょっとやっぱり段階踏む必要はありますね、この馬は。まあいいんじゃないでしょうか。そして、ラジオ日経賞片野揚げぽよです。5番人気凱旋リア充も出ております。ダイジェスト福島 G3 ラジオ日経賞3歳限定芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短いレッドレイブン。ダメですね、引き離されてる。3馬身以上さらに突き放します。2番手は片野揚げぽよレッドレイブン先頭だ。レッドレイブン1着ですね。1着レッドレイブン完勝。2着は凱旋リア充。3着に片野揚げぽよ1番人気に応えましたレッドレイブン見事です。2着に凱旋リア充が来てるよ。浜中騎手絆アップ。 CBC 賞天の蛇露呈出走1番人気。2番人気サンカルロか。伊坂さん除いてみんな20万の前の龍神だ。シルポートマジンプロスパーあたりですね、人気になってるのは。平毛高という鬼毛馬がいますね。ダイジェスト中京 G3 CBC 賞芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブしてさあこれからです。天幕台さあヘビロテ上がってきたが、しかしここが踏ん張りどころ。外の方が良さそうだな。先頭は今度はシルポート引き出せるか。2番手は頭いや外の方が伸び足がいい。先頭だシルポート。シルポートか。1着2着はアドマイヤ探す。3着に天のヘビロテ見事に勝ちましたシルポート。良いことのない週だな。さあ、海外はイクメンだけですね。あと大井競馬場でジャパンダートダービー片野頑張ろう NHK マイル3着の馬、これ晩成じゃなかったかな。どこまで頑張れるか。スタートも走れるんでね、期待しましょう。生のイクメンですが、目黒記念を勝っていよいよセントライトとか G2 いくつか勝ってんだな。いよいよ初海外 G1 じゃないな。ハリウッドダービー出てますからね、挑戦させます。菊花賞2着馬です。まずマルゴリどうするかだな。まあ早めですからね。まあ予定通りいいでしょう。これは小玉でしょうが函館記念。まあしゃあないか。で天のアリエッティですが、まあ放牧だな。札幌記念は多分出さないんじゃないかな。
0.3 勝ですが、9月1週以降だと、まあ国内ならね、全然、8月5週以降か、芝のみ。ありますね、ギリギリだな。ヨークシャーオークスはとなると、このあたり出たいとこですよね。本音はいや、ちょっと出してみますか。山中じゃなくて竹豊。ただし、これで月末放牧はできなくなりましたので、月をまたがない放牧でいきます。さあ山ガールどうかな。まあもう一周できるんだけどな。山ガール5勝からなかなか前進できないんですね。まあ実でも勝ててないからな、でどんどん厳しくなってんな。やっぱりこの馬は函館じゃない、札幌圏に出さないとダメだな。にあえぽよだが、まあまだ早かったのかな。関谷記念行ってるけど厳しい。オープン特別に出そう。今か8月3週、7月の2週。まあ、放牧させて8月の4週1本とすると、距離は17,900、まあ2000までだな。あ、ここもいいんですけどね。難しい。小倉、日経オープン行きましょう。ヘビロテが北九州記念、まあ、短距離戦なんでこれは妥当かな。月末放牧させます。そしてアベンジャーです。これもっと距離長い方がいい馬ですね。よね。しかし、ね、早めなんでここは悩みどころ。ただ今出しても海外出しても勝てませんからね。それはまあ間違いがない。コスモショー、これいいんじゃないかな。コスモショーか。で、ブルーレーンか。あと2勝なんだ。早く勝ってほしい。AKB リーチかかってるから G1 出さないとダメですよね。マイル戦全然いける。今はサレーホーが出てんのか。ダイアナそばにいるね。ナッソーはプリマカルタがいるから、あまり出すべきじゃないな。普通ヨーロッパも強いよな。じゃあ別に芝でもいいじゃん。そうだ、ツイッターいんのか。え、これって、じゃあ、ここはアリエッティがいる。
あ、難しいな。ジャンロマネ賞。まあ、C 機種。いい加減勝ってほしいけどね、KB も。フルースを、まあ、しゃあないですね。候補の一角か、イクメンも700勝、ラストグルーヴか、ポータル前、天の AOA ループ天のフィッツですね。クラブは外線用悪魔もいる。エクリプスステークス、天のイクメンだが3番人気、107-122のプリンスビショップやアラバマスモークにはかないません。その1番人気はアラバマスモーク、2番人気プリンスビショップとなっております。まあ、ダイジェストですね。サンダウンパーク競馬場 G1 エクリプスステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はオールトゥーハード、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。オールトゥーハード、先頭外からプリンスビショップ、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってプリンスビショップ、2番手はオールトゥーハード、プリンスビショップ、プリンスビショップ1着、2着はオールトゥーハード、勝ったのはプリンスビショップ、見事な勝利です。ジャパンダートダービー、片野頑張ろう、一番人気。リソライトとかトロアンボヌールが人気ですね、とりあえず。ジェナルグラントあたりか。片野頑張ろう、頑張ってもらいましょう、レースです。大井競馬場の3歳のダートを決める。ジャパンダートダービー JPN1 ダート2000メートルです。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、ブラッドアーメリア、ちょっとタイミングが合いません。さあ花を切るのはどの馬か、クリソライト前に行きそうです。フレアソフトリー、それに続いています、ソルテ後方から、では前の方から先手を取ったのはジェネラルグラント、その隣にシンボルゼンダ、その横にオレンジシェリー、フレアソフトリー、この馬もこのグループ、内からはクリソライト、その外にアップザーザレア、さらにはブラッドアーメリア、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。ダノンレジェンド、そのうちに続いています、すぐ後ろにバッグオブシエラ、黒の帽子ラセルヌバーチ、その後ろすぐ隣にキーウィモーター、その横にアウトジェネラル、その外からアイディアリリー、並んで6番フォロワーボヌール、
肩の頑張ろう、後ろから、しんがりから、ソルテ、各馬、砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。漆黒の馬体、ジェネラルグラント、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、シンボルゼンダ、それに続きます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として8番ジェネラルグラント、2番手はシンボルゼンダ、オレンジシェリー、3番手16番肩の頑張ろう、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはクリソライト、あと 200m、 先頭はクリソライト、オレンジシェリー必死に追う。あ、クリソライト中割ってきた、まだ。2番手は肩の頑張ろう、クリソライト、1着、2着はコロアボヌール、3着に肩の頑張ろう。やはり中央の馬が強かった、勝ったのはクリソライト。コロコロだ。さあ七夕賞です。1番人気はアマノフィッツ、2番人気はアマノフィハヤブサ、クラブは凱旋予約も4番人気です。他ダノンカモンあたりが出てますね。どうしようか、アマノフィハヤブサ、でもこのままかな。ではダイジェスト、福島 G3 七夕賞芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ライラ先頭は、ここからが腕の見せ所、天野早草先頭、後続との差は3馬身以上、このリードを保てるか。2番手はダノンカモン、天野早草だ。段違いの強さです。逃げ馬なんですよね、早草。見事に勝ちました、天野早草。高速逃げ持ってたような。プロキオンステークス、アマノエネループ2番人気、アマノドラカンもいますが人気はちょっとないな。一番人気はクラブは北高たる前です。本市外20番の本市は天の入れループが取っておりますね。北高たる前か、ドスライスっていうのも人気ですが、これはドラッカー N ループとも戦法変えられます。どっちかを引かせるかな。じゃあ N ループ引かせましょう。ダイジェストです。中京 G3 プロキオンステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。北高たる前、先頭たる前だ。リードは1馬身から2馬身、さあでも追っかけているぞ。懸命に追いすがります。あと 200m、 北高たる前、あーでもかわせないね。さらに引き離していきます。2着争いが精一杯。セイクリムズン、北高たる前、1着北高たる前完勝、2着はセイクリムズン、これが絶対王者だ。北高たる前、確かに後ろすぎたが、境が4レース豪華出走ですね。あ、でもキャータは G2 か。そしてテルマエロがデビューです。レノロボロ、ドナブニーニの、3区ですね。ミッキーアイルが函館2歳ステークスに出ます。3100か、しばらくは無理だな。そうだとこの馬もちょっと待った、本賞金は G3 出れるんじゃないの。あーでも2頭出してんだもう。でも札幌記念出し、あんまり出したくないな。
ロービル大賞典出しましょう。60キロはまあまだいいんです。まあ、バーデン大賞あたりぐらいだろうな。吉田じゃない竹豊、頑張ろう。まあ、まだ早いよな。それに出すとしたらどっちかというとマイル、芝ダート両対応ですね。関谷記念、はやぶさは小倉記念に出るって言ってます。また賞1着か。もう一つ上のレース出してもいいんじゃないのとなると、やっぱりあれか、 G は無理ですからね。まあでも小倉記念でいいかな。3つは2億か、本賞金が。いや悪くないんですけどね。スタートはダメか。ん？ちょっと待った。フィッツの前に、はやぶさは、はやぶさ2500の2800か。内容強かったしな、これ出れるんじゃないの？ J1 でも戦えそう。能力はまだ内容持ってないのか。でも無理だな。一回放牧しないと走れない。まあね、エルムステークスか。まあエルムステークスで良いだろうな。そしてラッカが大丈夫なんかな。佐藤ダイヤモンドが出荷されてんな。まあ、オス馬なんであんまり買っても意味ないですけどね。スマホは低い。ダッチェスケンブリッジステークス天野キャータンです。これ G2 だな。15番人気ですが、2歳馬なんで、このレーティングは当てにならないです。どういう走りか見てみましょう。ダイジェスト、ニューマーケット競馬場 G2 ダッチェスオブケンブリッジステークス2歳限定芝 1200m 電撃戦です。前はメッカズエンジェル、メッカズエンジェル。さあそこから追い出してどこまで伸びるか。残りあと 400m 長い直線、ここからどうか。メッカズエンジェル先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。残り 200m 一気に後続が抑えてまでは難しいな。2番手は天野キャバタン、メッカズエンジェル先頭はメッカズエンジェル1着でゴールイン、2着は天野キャバタン、3着にポールザカフーターズ、勝ったのはメッカズエンジェル、見事な勝利です。仕方ないな。まあ後ろ一度が後ろっていうか伸びがな、合わなかったな。さあファルワースステークス天野蓮舫2番人気、1番人気はムーンライトクラウド。103しかないのか、厳しいですねこれは。
ダイジェストでいきましょう。戦法は変えられますが、まあ、このままでいいか。ダイジェスト、ニューマーケット競馬場 G1 ファルマスステークス、芝 1600m 直線競馬です。前はチャプターブレード、オードルヘレン、ほとんど差がありません。シーオータム3番手、残りあと 400m、長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったムーンライトクラウド、全然伸びないや。残り 200m を通過してムーンライトクラウド、後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、ムーンライトクラウド1着、2着はステイスカイウォーカー、3着にスカイランタン、勝ったのはムーンライトクラウド、見事な勝利です。本当言ったらやっぱり G2 ぐらいから始めた方がいいかもしれないな。金量ばっかり、金量克服するにはパワーがいいのかな。さあジュライカップアマナーラ法ですが、こちら4番人気、あーダメですね。まあしかもマーレクコロンドパイロット絶対無理、ソサイティロックもいるんか。ダイジェストいきましょう。無理です。前はテラビスタ、ディーサルフォース、ほとんど差がありません。エアロベルシティ、伸びはいいのか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはディーサルフォース、全然伸びないや。あと 200m、 先頭はディーサルフォース。マーレク迫る、マーレク差し切った、マーレク、マーレクですね。マーレク、マーレク1着、2着は微妙です。勝ったのはマーレク、見事な勝利です。ダメだこりゃ、16着、金量ばっかりないですね。パリ大賞典天野タリタですが、2番人気、1番人気スイーロッチは119ですね。タリタ110なんでちょっと見劣りするかな。先方変えられますが、まあこのままでいきましょう。ダイジェスト、パリロンシャン競馬場 G1 パリ大賞典、芝 2400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オーラスアトランティダ先頭、後続を引き離しにかかる、引き離された。2番手、手応えはどうか。オーラスアトランティダ先頭、残り 200m を通過して、バテていくのみ。プリントシャー追い上げてきた、プリントシャー故障した。これバテ方がひどいな。違うと思うけど、ジミニグレンビア勝ったのはプリントシャー、見事な勝利です。とにかく掲示板に乗らないと能力も上がらないですからね。精神面、費用は海外は早かった。マーキュリーカップは盛岡ですね。肩のインサイト1番人気、2番人気スパールシティ、3番人気ローマンレジェンドだと、かつての名馬が揃っております。ダイジェストです。盛岡競馬場 JPN3 マーキュリーカップダート 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ローマンレジェンド先頭、さあ追い合いだ。しかしその差はわずか、粘り込めるか。肩のインサイト迫る、ローマンレジェンドどっちだ、かせるか。レジェンド先頭だ、肩のインサイト大激戦のゴール前。さあこれ差し切ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。差し切れてない、どうだ、差し切ってるね、やりました。インサイト勝利、ハイブリッドパワーだ。さあこれ天野テルマイロがデビュー戦です。6頭立て 1.6 倍だの1番人気、父天のロボロイ、母ドナブリーニ。さあどういう勝つ負け勝てないじゃなくて、どういう勝ち方を見せるかってとこです。ダイジェストいきましょう。函館二三新馬戦、芝 1800m、 天野テルマイロメイクデビューです。さあ短い直線に入って、さあもう先頭です。ここから腕の見せ所、天野テルマエーロ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。これはいい勝ち方だ。マイネルキュア、よっしゃよっしゃ、ようやくスカッとしたレースが初めて今日見えた。これは桁外れの強さだ、天野テルマエーロ。
なんて、あ、これ早熟だ、エルマエロ。早く出さないと厳しいですね。マレーシアカップ天の地デジカです。一番人気3勝クラス、これ勝つとオープンに上がります。うん、本種も本命ですね。ダイジェスト、中京3勝クラス、マレーシアカップ芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ベロズイスファハン先頭。さあ中終わってきた、一気に来た。残り 200m を通過して先頭は変わって、天の地デジカ2番手はマイネルボタン、天の地デジカ差を広げる。天の地デジカ1着、うん、勝ちましたがね、これは桁外れの、もうちょっとオープンとくオープン上がりましたが、オープンで経験を積む必要はありますね。函館2歳ステークス、ミッキーアイルの登場です。ミッキーアイル一番人気。いや、これ2戦目か。対抗になるのはトゥーザワールドと、カマタイングラスはこれ四角馬ですね。アドマイ、それからアドマイや美人あたりか。ミッキーアイルは逃げ馬ですが、逃げ切れんのか。ダイジェストいきましょう。函館2歳ステークス、2歳 G3 芝 1200m の電撃戦です。さあ直線に入りました。さあ抜け出した、逃げっていうのに抜け出した。1馬身から2馬身のリード、2番手はトゥーザワールド、ミッキーアイル。あ、ミッキーアイルなんだね。あれ、先頭はミッキーアイル1着で5人、2着はトゥーザワールド、3着にカマタイングラス。あ、いいのか、ミッキーアイル見事1番人気に応えました。主馬か。そしてハスケル招待コパノリッキーですね。あ、コパノリッキーリーチですかね。コパノでも全日本2歳優秀勝ってんで、まだリーチじゃない。 6.5 勝ですね。まだトレーブ5勝ですね。順調に勝ち上がってほしい。シーツバはいいんだけどな。あ、この馬主高校だ。パーリキア最上位。横乗り3000勝、すごい。ビルシーナが来た。ミッキーアイルは楽しみですね。今後勝負根性前に行く馬だな。じゃあローテ行きますか。
さあ、ローテを決めましてレースへと向かいます。ハスケル招待ステークスにコパノリッキー出走1番人気134ダントツじゃないですか。レース行ってみましょう。モンマスパーク競馬場 G1 ハスケル招待ステークスダート 1800m です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと遅れたのはブライトレード。さあ先行争いベラザの前に行きそうです。コパノリッキーそれに続いています。さらにはイッツマイラッキーデイ、5番アポリネアスイーテスト、その後ろ先頭はコパノリッキー。短期の逃げに持ち込めるか、ね、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。そして大きく離れてブライトレード、この位置です。内からはシャンハイボビー、その外からインショはオーバーアナライズ、その位置に続いています。クオリッジオルガンサ、その前に進出、内からはバルアバリ、その外にスタントコンサート、プライムアミーラット、それに続いています。すぐ後ろにコナエレクト、最後方にプリンスアレキサンドリア、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として G17勝コパノリッキー、2番手はブライトレード、間を挟んでバルアバリ、3番手さあコパノリッキー、このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。コパノリッキー先頭、差が広がる広がる、あと200m、全く持ったまようやく追い出した。コパノリッキー先頭です。これは圧倒です。2番手はイッツマイラッキーデイ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はイッツマイラッキーデイ、の勝利、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいですね。 G1 8連勝、これで金札じゃないかな。そうですね、9戦9勝、 G1 8連勝。さあそしてドイツオークス、今度はトレブ出走です。1番人気122、勝てほしいですね。110を超える馬他にいません。トゥーマッチアボーンあたりか。さあ今回 C 機種に乗りますが大丈夫でしょうか。レースです。ハンブルグ競馬場 G1 ドイツオークスディアーナ賞、3歳牝馬限定芝 2200m です。こちらドイツのハンブルグ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。カウンテスリドン、ダッシュがつきません。さて何が行くのでしょうか。グッドネスブラフ、前に行きそうです。ツインマジェスタリアル、それに続いています。さらにはアジーズジレット、5番バスールワイルドキャット、その後ろ。先手を取ったのはグッドネスブラフ、内からはセシルブリタニア、その隣にカウンテスリドン、トゥーマッチエアボーン、それに続きます。並んで栗色の馬体、グリックキャニオン、トレブ、後ろからハーベストケイティーズ、そのうちに続いています。その後ろにウィンシュリー、オレンジの帽子、カレリーナジャーナ、その後ろ。内からはナレートレッグ、その外からタレント。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。カウンテスリドン、グッドネスブラフ、ほとんど差がありません。マスールワイルドキャット、3番手トレブ、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はカウンテスリドン、その隣からはグッドネスブラフ、並んでマスールワイルドキャット、離れてツインマジェスタリアル、グリックキャニオン、その後ろトゥーマッチエアボーン、続いています。並んでセシルブリタニア、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はカウンテスリドン、マスールワイルドキャット、ほとんど差がありません。さあトレブはどこだ。大外だ。トレブまだ後ろ、鞍上のゴーサイン届くのかこれ。追い出した。追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わった。トレブ後続とは3馬身以上、さらに突き放します。抜け出しました。2番手はマスールワイルドキャット、ぶっちぎりです。この馬で決まりか。トレブ独走、トレブぶっちぎりです。2着はタレント、3着にトゥーマッチエアボーン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トレブ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。トレブ大差勝ち、G1 6連勝となります。こちらも順調ですね。さあ、海外遠征終わりまして、次が中京2歳ステークス、ハープスクラブハープスターですね。ダントツ1番人気、大トリスピード、今アトラクトぐらいか、まあ、勝ってくれるでしょう。ダイジェスト、中京2歳ステークス、2歳限定芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンマレライ先頭、外から勢いよくハープスター、ハープスター強いな。ハープスター、残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はアトム、これは強い。ハープスター、この馬で決まりか。ハープスター、今ゴールイン、段違いの強さです。2着はアトム、これは桁外れの強さだ。ハープスター、中京記念です。天のフラゲ登場、ユバニーキ、クラレントリアルインパクト、グランプリドス、ダイジェスト、中京 G3 トヨタ賞中京記念芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のフラゲ先頭、外から勢いよくグラレント、グラレント先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わって、グランプリボス、グランプリボス先頭、グランプリボス先頭だ、グランプリボス、グランプリボス1着、2着にはどうやらグラレント、3着にリアルインパクト、1番人気に応えました。グランプリボス見事です。あ、フラゲダメですね。
函館記念天の御座る登場ですか。2番人気、1番人気はビルシーナです。ビルシーナの方がやっぱり強いな。3番人気当選な。さあビルシーナに対戦しないといけません。うん、でもこのままかな。海猿ダイジェスト、函館記念 G3 芝 2000m です。さあ短い直線に入って抜け出した。ここからが馬の見せ所、先頭海猿をかした。先頭2番手はビルシーナ。おお、海猿勝った。ビルシーナを破った。ビルシーナ3着に当選だ。見事に勝ちました。天の海猿重賞2連勝となります。衛星光入球です。さあ、海外5レース出ますね。全部 G1 です。しかも、そしてクイーンステークスに2頭出走となります。タレントとライバル関係成立。ポケヘロ、札幌記念何頭出せるんだっけな。4頭前しか出せないけど、どうなるんだろう。して未勝利、まあ3歳半ばだしこれからだよな。金札決めた。お、1着あの1番手2番手の評価。スノードラゴン、あ、セリーチがあるや。その前に両手決めましょう。うん、ホイットニーでいい。ヘルゴでいいんじゃないかな。ニコニコ今週出走だが、ちょっと疲れが心配。次どこ出すかだよな。このつもり。パシフィッククラシックか。キスタもかなりあの力つけてきましたね。さあ B に上がったか。パワー重視ですよね。ヨーロッパのやっぱり芝レースの方が多いからな、ね、種付けパワー重視かな。あ、いや、札幌記念じゃないと思う、この馬は。マイルだろうな。ん？なんかメンバー軽い。チャンスなんじゃないの？ただし、もちろん武豊か。がサセックス今週ですね。カレンちゃんがセントウルだが、今週ですね。セバにいるには、まあ、かなり良くなってきたが、賢さとかあと勝負根性ですよね。瞬発力はいいけど勝負根性がまだ D なんですよね。トゥルース、
はこれこの距離しかないから出させるしかない。インサイトがステークス覚醒か。もういい加減覚醒してほしいですよね。これは金札だよな。ゴールドシップがキングジョージ、あと3勝なんですけどね。局面がバーデン大将、距離延長で上積みあるか。ウィザルはまあここしかないですよね。ウィザル遅めか。販路3本疲労台、いやちょっとそれはやめとこう。はやぶさどうしようかな。もうちょっと長い距離出させてもいいかもしれないが、はやぶさでも距離がね伸びて手を手に、ひょっとしたらひょっとするかもしれないですよ。でもまずはこの辺出してみますか。でこの辺で走りが良ければ ここは早いんで、ここを出せるんだっけ。オルフェブルがいいのか。じゃあここ出して良ければ、コンビートロンでライバル潰し。 AKB はAKB リーチかかってるんですけどね、そこからか勝てない。トラッカー次どうするんだろう。トラッカーでもまだ3800万だからオープン特別出さないとダメやな。ダート馬だよな。8月3週以降のダートレース。ソステークスは距離大丈夫だ。アソステークス行きましょう。まあ、アソステークスか BSN 賞だな。アソステークスに出します。こんな感覚開いても意味がない。バンバン行きましょう。8月を4週出せるレースある。4週はアリトミニは芝なので、つぼみいんのか。あ、そっか、これ三歳馬なんだ。じゃあ行きましょう。トラバースステークス、It's my lucky day と対決です。横乗りのまま行きましょう。で、タイタ GC とか言ってますが GC じゃない、G3 に出させます。
先行が F か。精神力も D なんだよな。だからこの辺がかかってくる。まあ焦らず育てましょう。8月1週だよな。山頂ステークス一番ですよね。ね、関谷記念、ね、地底時間もセントライトです。距離はいいんですけどね。でもまだ早いな。ゆっくり育てましょう。ここ出してみてもいいんじゃないかな。だってあとこの辺ぐらいしかないだろう。まあここにしましょう。ハンドルが2勝クラス。スピード C か。精神力 D とかまだまだですよね。トレブが周華賞。直行一層走あと2勝か。一層走らせてもいいんじゃないの。ダートはダメです。この馬ならばまあここですね。デルマオークス。ここ勝って秋華賞勝てば金札を確定できます。でクラゲはもうあのダメなんでボロボロなんで引退ですね。クラゲは本来だったらもうあのボロボロだな。引退。クラゲとクラゲはトレブと天の丸森の間か。でその丸森まあ仕方ないですよね。新が G1 挑戦。レンジャーがコスモス賞。石光キャータン惜しかったよな。キャータンはでも距離が短いんだよな。多分1000マイルの方が実力発揮できる。早熟なんで待ってられないよな。芝限定。あえてここ出してみましょう。寝てる前がコスモス。そして、海外のヨークセール。
ークセールか。ゼロサイバーのセールですよね、これ。うん。以上4トン。かな。これ以上ちょっと人間はないのか。天運構成、まず切り札が砂糖ダイヤモンドなんですよね。しかしこの馬オス馬じゃないですか。なんで繁殖って意味では意味ないんですよね。ノーザンだけど、アドマイアリードとかが、なので、いやでもさ、ここで買う馬があるんです。それは足毛の馬。足毛の馬は買います。毛は英語でなんだ？ヘア。ホワイトヘア。おハンナって馬がいる。まあでも、ちょっと待った。ハンナっていう馬は違うな。なビッグヴィーナス色なんですよね。まあでもここで買わんでも買いたい放題ですよね。戻ります。まあまあ、一応ハルヒは大鳥が高い値段で買ってた。他知ってる人ばっかり買ってます。みんな優しい。そして、ニューヨークで、お、面白そう。よくだ、よくは？しげちゃん、2頭ぐらい買っときましょう。シルククレーン、オス馬ですね。ピアスのファーム。父はなんと天のケミストリーのオス馬です。いいんじゃないでしょうか。3300万、安いな。シルククレーロン。あとは、しげちゃんは、
買いましょう。ということで、足毛ちゃんを2頭購入です。ボルシ注目度低い。レース、まあでもゴルキングジョージだからな、さすがに厳しいかな。じゃあ行きましょう。ネクストポスターデイブハンデ、型のツイッター一番人気、しかし103しかない。なんぼなんでも無理でしょう。シルバーマックスがやっぱり強いですよね。まあでも先行で行ってみましょう。ダイジェスト、サートア競馬場 G1 ホスターデイブハンデ、芝 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どうだ、あでもいいんじゃないの。あでも無理だ。ワイニングダブル、残り 200m を通過して、先頭は変わってボアステラス、2番手は肩のツイッターボアステラス、先頭だボアステラス、ボアステラス1着、2着はソウトポート、3着に肩のツイッター、勝ったのはボアステラス、見事な勝利です。まあ、しゃあないですね。2000万ダイアナステークス、天のそばにいるね、1番人気128、ザスパライパルワじゃない、燃えてるんだ、オムリットイタジャラ、デイムセーラー、まあ、強い馬揃ってますね。受けて立ってやりましょう。レースです。サトア競馬場 G1 ダイアナステークス、芝 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ステファニーズ・キトゥン、好スタートを切りました。ステファニーズ・キトゥンもいるのか。ちょっとメンバー強いな。アイラブ・ジャスミン行きました。続いて前へ行くのはステファニーズ・キトゥン、さらにはガンドリア・スペシャリスト、 G1 番エイコン・イザベル、その後ろステファニーズ・キトゥン、先手を取りました。少し間が空いてデイ・アット・ザ・スパ、プレミエール・ドゥ、そのうちに続いています。その隣にロッキー・アイアン、イン・ホット・ラグナス、それに続いています。これに続くのがデイム・セイバー、並んで古豪ムーンライト・クレーム、天のそばにいる、後ろからになりましたオマリット・イタジャラ、それに続きます。すぐ後ろにコンサルタンツ・フェアリー、しんがりからアルバニーインタレスト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。14番アイラブジャスミン、一気に先頭に立ちました。先頭は依然としてアイラブジャスミン、2番手はデイアットザスパ、直線がそんなに長くないから動かないんじゃないの。7番天のそばにいる、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。今回回ってきたが届くのか、これ2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。あと 200m、 先頭に立ちそうだ。天のそばにいるね、2番手はステファニーズ・キトゥン、天のそばにいるね、この馬で決まりか。勝ちました。天のそばにいるね、ゴールイン、2着はステファニーズ・キトゥン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のそばにいるね、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
ゴールシップは4番人気か、厳しいですね。チュキャメロと、でもプリスリーショップアンテロラ、強力なメンバーが揃ってます。一応レーティングでは1位なんですけどね。差しで行ってみるかな。ダイジェスト行きましょう。アスコット競馬場 G1、 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス、芝 2400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜まだ後ろだ。ぶつかり合いだ。アンテロ先頭、1馬身から2馬身引き離す。あ、全然伸びないボルシー。手応えはどうか。残り 200m を通過して、アンテロ先頭、キャメロット迫る。キャメロット追い上げてきたが動かない。キャメロット1着でゴール。2着はアンテロ、3着にゴールドシップ。勝ったのはキャメロット。見事な勝利です。そしてグッドウッドカップは天野ニコニコ1番人気 3200m、 長距離戦に出ます。131、数字的にはダントツですね。117のスールピストルがライバルになり、ライバル馬です。ライバル馬にはしっかり勝っておきたいところではあります。ドゥーナデンが2番人気ですね。ではレース行きましょう。グッドウッド競馬場 G1 グッドウッドカップ、芝 3200m 長丁場です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ノーウェアバトラー、好スタート。ポジティブポジティブ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してノーウェアバトラー花に立ちます。その後ろからはトラバースアントラー、この馬も上がっていく構えです。さらにはベルオブフリー、最強王者天野ニコニコ、その後ろ先手を取ったのはトラバースアントラー、間が空いてジュエルケアフリー、内からはツールピストル、その外からドゥーナデン、その隣にジョシュアツリー、デジタルゲート、すぐ後ろその外にコモドールチャーター、ポジティブポジティブ、そのうちに続いています。その外にスカイグリッド、さらにはカールトンハウス、その後ろにスラップディール、並んで G1 馬セルフジフタルト、内からはインフォメーションキュリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から5番ベルオブフリー、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、その後ろからはノーウェアバトラー、これに続くのがトラバースアントラー、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。少し開いてジュエルケアフリー、黒の帽子ポジティブポジティブ、その後ろデジタルゲート、それに続きます。並んで5号スカイグリッド、内からはジョシュアツリー、天野ニコニコ、後ろから内からはツールピストル、並んで連勝中のドゥーナデン、その外にカールトンハウス、その外にインフォメーションケリー、内からはスラップディール、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで14番コモドールチャーター、しんがりからセルフジフタルト、前の方からもう一度栗色の馬体ベルオブフリー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身ノーウェアバトラー、それに続いています。これに続いてトラバースアントラー、そして大きく離れてポジティブポジティブ、この位置です。並んで6番ジュエルケアフリー、すぐ後ろにデジタルゲート、好位置をキープしています。天野ニコニコ、並んで13番ドゥーナデン、すぐ後ろにジョシュアツリー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。並んで1番、あ、ここからニコニコどこまで伸びてくるかですね。あ、でもここまではいいぞ。残りあと 400m、 長い直線、ここからさあバテなきゃいいけどな。でも来てるな、後ろから。もう先頭は変わって天野ニコニコ、でも粘ってますね。2番手は勝った、勝ちましたね。ニコニコ先頭だ。やりました。天野ニコニコ1着でゴール、2着はドゥーナデン、3着にツールピストル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ライバルは破ったの本当にでかい天野ニコニコ、グッドウッドカップ3連覇です。
そしてサセックスステークス様の iPhone 一番人気122、ドーンアプローチが126、これは強そうだな。あとトロナドあたりですよね。キリアスカンスキャンダルか。あ、ジョッキーが良くないな。ひとまず、いや、そんなことはないか。レース行きましょう。グッドウッド競馬場 G1、サセックスステークス、芝1600メートルマイル戦です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。セントロコントゥイール、これは好スタート。あのがこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよくセントロコントゥイール行きました。続いて前へ行くのはあのがさらにはダブリアルモス、6番キャリアースキャンダル、その後ろ先手を取ったのはセントロコントゥイール、好位置をキープしています。アマノアイフォン、これに続くのがティマータンブル、並んで4番ドーンアプローチ、トロナドすぐ後ろ、その外からオリンピックグローリー、その外にコントライトポンダー、これに続いてアトラクティブキャンバス、ジャグネーロマンス、そのうちに続いています。その後ろにカウンターコンサーン、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。タッチオブアライド、その前に進出ピンクの帽子グリールシークエンス、その後ろ iPhone 先頭ですが、アマノアイフォン早くも先頭。あ、なんかすごい追い出しをかけてる前にいた。簡単にかわされちゃったな。日曜王者の争いだ。ここで先頭変わりました。ドーンアプローチか。残り 200m を通過して、2番手はオリンピックグローリー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。3着争いか。2着はオリンピックグローリー、3着にアマノアイフォン、勝ったのはドーンアプローチ、見事な勝利です。そしてクイーンステークスです。先頭出し1番人気アマノ女子会、2番人気片野マイガールド、所持馬が1番人気2番人気を占めております。3番人気に、ドナウブルーですね。女子会と片野マイガールド一騎打ちムード。さあ、これマイガールは先方変えられますが、引いてみますか。ではダイジェスト。札幌 G3 北海道新聞杯クイーンステークス、牝馬限定、芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。片野マイガール先頭。さあ天野女子会一気に来た。片野マイガール、まあ、どっちだ。天野女子会、片野マイガール大激戦のゴール前、分からない。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。いや、うちですね。女子会が勝利。グッとくるスピード。キスタキャンキャン天の具サントダッシュ、ハンドメダー2勝馬か。ライバル関係も気づきました。ドゥーナーデンとプレミントの英雄、さあ3連覇ですからね。誰、いいですね。天のスカイツリー、垢抜けた馬体。
お、顔がクエールだ。まずはツイッターが3着か。悪くはないんだけどな。でも早めなんで厳しいな、そういう意味では。まあもう無理ですよね、普通に金札獲得することは。で、そばにいるねがダイアナステークス、見事に勝ちまして9勝を挙げました。昨年のクラークハンデ以来の勝利ってことですね。ステファニーズキッドに破ったのは結構でかいかもな。で、ゴルシはまあ頑張ったんだけどな、3着でした。どこ出すかですね。メンタルは頑固なんでね。ここに出すわけにはいかんしな。ここかな。まあちょっと様子を見ますか。でもオールカラーはないよな。そばにいるね、もうここじゃない、出すレースは。行きましょう。ニコニコは空き店じゃないな、さすがに。普通の一周以降、まあこれでもいいですし、凱旋門賞出す手もあるな。全然勝負できると思う、凱旋門賞だったら。やってみますか、凱旋門賞ニコニコ。天皇賞秋は出ない、ジャパンカップの方がいい。出すとしたらメルボルンでしょう。で、 iPhone がスタ記念馬か。まあ札幌記念じゃないよな、マイル戦だよな。シャドウウェルターフマイルとかサンチャリオットとかがいい。これ以上でもいいですよね。まあでもこっちかな、これしようかな。メイトロンでもいいけどな。
え、今って何週だっけ。あと2週だったらちょっと疲れが溜まっちゃうからダメだよな。出れるの ?8 月の4週出れるのか。ファーストレディステークスとかジャックハンデキャップとか、これ以上でも出ましょう。まあ違う前に出てもらうかもしれませんが、ね、そして女子会がクイーンステークス1着だが2連勝。もうはい、ヒーター限定だったかな、な過去の2レースは。毎朝刊あたり出したいな。毎朝刊勝てば本物、だいぶチャンスが出てくるだろうな。スタートはダメだからな。毎朝刊やってみましょう。で、前ガールは2着でした。こちら2004の2600なんで中距離レースが合ってます。まあ G3 は勝てない状況じゃまだまだ厳しいよな。賞金も7470万、オープン特別でもいいぐらいだ。クラニッケオープンとかまあまあ無理か。オールカマーは結構出てるかな。一応牝馬ステークスかな、普通に考えたら。まあね、オープン特別でもいいんだよな。ホワイトか。グループ13。牝馬恨んでもいい、良かったかもね。ということで、今回8月の7月を1週間、8月を1週までをお届けいたしました。夏競馬ってことですね。配信はツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー and チャットコメント please。 はい、この動画のアーカイブはアーカイブ YouTube にアップロードいたします。公開は2日後、7月21日21時日曜日
プレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネルプレミアライブ。My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、Please。旧ツイッターである X のアカウント持っております。チャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスお願いします。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィーニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。